この季節、積極的に体を動かして健康の促進を図りましょう。足を開きます。両方の腕を曲げて胸の前に。手をゆっくりと握りましょう。はい。いっぱいに大きく開きます。もう一度。ブラブラブラと振ってほぐします。腕を前からゆっくりと後ろに引いて前に伸ばします。胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に。全身をゆすりほぐして血行の促進を図る運動です。しかしこのように力んでしまうと膝や腰を痛める原因につながります。膝や足首は柔らかく使って全身をゆすりほぐすようにしましょう。両手後ろに踏みます。身の運動、前と後ろへ。曲げです。早くならないようにゆっくりと。ねじりましょう。突き出し運動です。上体の力を抜いて柔らかく、腕は素早く。同じ方向でもう一度。できる範囲で素早く伸ばしてみましょう。一度良い姿勢に戻ります。足と腰の運動です。バランスを取りながら足を戻します。背中を丸くして緩めましょう。椅子の方も同じように、背中が丸くならないように。動作が速くならないようにゆっくりと丁寧に。合わせて軽快に。椅子の方は腕を振ったら肘を反対側の足に近づけ、体をねじりながら曲げてみましょう。深呼吸です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。この時間の体操終わります。この後もどうぞお元気にお過ごしください。